はい、こんばんは、島津です。皆さん本日もスコーン続きからやっていきたいと思います。前回ついにこの、まあ、有機生命体なのかわかんないんだけどね、飛び道具銃を手に入れることができました。ただこの銃自体はそこまでね、絶大な威力を持ってるわけでもなく、かつ持てる弾も少ないから、この銃で無双できるってわけではないんですよね。だから戦闘はかなりシビアな感じになっております。で、おそらくね、これを起動させるんじゃない？だから下に降りないといけない。あとあれだ、このヤンデレこのヤンデレが何をしてくるか、今後ね、ここもちょっと注意して見ていきたいと思います。回復薬そんなねえかんね、ほんと。ダメージを与えないんだったらいいよ。ダメージを与えないんだったらいいんだけど、そこそこダメージ与えるからね。腹ずっぽししてきて。それだけはね、ほんと、勘弁してほしいんだけど。奥に2体いるけど、まあ、あっちはスルーかね。とりあえず下に行きたいけど、うわ、生きてるあれ。ちょっと待って。うねってるけど、動いた？いや、死んだ、死んだ。今回はワンパンで済んだけど、おるね、鳥が。鳥、別名タン。タンクリーチャーがおりますわ。いけるかね、2発だよ。痛い痛い。タンの攻撃1回かわさないと無理だね。ノーダメージで倒すのは絶対先にこう仕掛けてくる。近づくまでに弾がね、敵から落ちれば楽なんだけどね、あそこでしか補給ができないからさ。2体ワンパンで行ってくれ。行った。歩いてないやつ以外はワンパンで行くね。これはありがたいかな。多分ね、横通ろうとすると攻撃してくると思うから、倒すのが基地でしょうね。もういない？もういない。はい、こっち来た。なんか、また、機械がある。あ、1階に降りてきた。1階に降りてきた。これは？ずっぽし。で？なんか回転してる。はい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 。回してこっちに行けるようにしたんだ。これ何の機械なんですかね？動力源ではないよね。この前人が生まれてきたから。動力源ではないと思うんですよね。はい、じゃあこっち行って。はぁ？なんかでかいやつ出てきたんだけど。バレてるバレてる。位置バレしてる。来るよね。何こいつ、何こいつちょっと待って、サムネ用にこうゆっくり撮らして。四足歩行が出てきたよ、みんな。しかもね、追尾能力が他のやつらに比べて高い。やば、あ、やばい。タックルしてくる、タックルしてくるかも。吐きはしないけど、タックルをしてくる感じがする。スピアでいけるかね。ヒットアンドウェイ。オッケー。おお、危ない危ない。はい、すげえ。スピア。あ、危ない。危ない。スピアの攻撃で、ひるみはする。から、うまく、攻撃を受ける前に当てられれば、当てられればいいって感じか。こいつは比較的倒しやすいかも。飛ばしてこないから。せーの。よいしょ。オッケー。そうだね。一発撃っても、ちょっとひるんですぐ攻撃体勢に入るけど、2発連続で撃ち込めれば大きくひるむから、その間に逃げることは可能です。よいしょ。押し倒した。倒した。こいつ耐久値も高そうですね。まあ、でも他の奴らに比べたら倒しやすい、ノーダメージで。多分ね、あの赤いとこ目指してるんでしょうね。赤く光ってたとこ。そうだと思う。大丈夫。ここは？あ、エレベーターあった。エレベーター発見。こっちは行けるけど、いかん。戻ろう。エレベーター乗って上行く。
あれ？あ、動いた。壊れてるかと思った。はい、はい、大丈夫。ん？なんか音がしてるよ。大丈夫？セーフ。起動させる装置あります。ちょっと周り見てくるわ。おーっと、レベル3の扉あった。レベル3の扉があったけど、開かないので、こっちかな。この先に更新する、ね、機器があるんでしょうね。ふざけんな。ふざけんな。いた。いや、まだ。あっぶねえ。ここか。ここが開いたんだ。よし。いけない。こっち。まだ赤く光ってるとこ来たけど。おお、どこだ？どこだ？どこ？わからん。もう刺す。いるね。声は聞こえんだよね。どう？大丈夫？大丈夫。来た、弾補給。で、レベル3あった。ここで、更新かけます。OK。更新かけて、補給。ん？待って待って。あー、いたいたいた。こいつ倒そうか。おーおーおー、破ってこいよな。あれ？これ待って。みんな。当たり判定入んない？あんま開けたくないけど。はい、はい。来てる？あ、気づいてない。先に銃の弾使おう。何発で倒せますかね。そこもちょっと確認したい。一発、二発、三発、四発、五発、六発、六発だ。六発でダウン。あんま使いたくないね。六発消費はでかいと思う。で、こっちか。はい、じゃあレベル3開けます。敵なしで回復設備発見。4つ、4個欲しい。4個きた。4個ゲット。これでまあ一安心ですかね、しばらくは。イベント入った。あんまやめろってヤンデレ。いや違う、ヤンデレじゃない。あ、あ。ヤンデレの手の部分しか見てなかったんだけど、こいつが主人公に張り付いた際に、後ろから侵食してたんだ。で、今手間できてる、侵食が。これ同化したらどうなるんですかね、こいつと。気になるよね。完全な同化？すげえ動き回ってるけど。あれ、ここ最初来たとこじゃない？え？別のエリアかね。あ、別のエリアだ。お！これどこ行くのが正解？このまま中央か、それとも左右か。まあ、左右からちょっと調べようか。あいつ厄介なんだよな。いや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 。いや、タンもいた。いや、タンじゃねえな、あいつ。くそ。やるか。一発。二発。これ、ヘッショーの概念な、いや、弾切れた。
ヘッショの概念なさそうだよね。うん。はい、リロード。あ、いいや。ちょ、やれないかな。危ない。うまい具合に近づいて、チェスト、チェスト。いた。よしよしよし。いけた。次こいつ。チェスト、あ、くそ。いい。あ、死んだ。あ、HP もうなかったっぽい。管理してなかった。これ途中でキャンセルできないわ。リロード。途中でリロードキャンセルできないよ。今ちょっと押したけど。しんどいね。一回リロードしたら。あ、おらおらよしよしよし。フィニッシュムーブ。離れろ。あ、首がもぎ取れた。ブチって言っちゃったね。行きたい。気づいた。痛い。耐えた耐えた。OK。死ぬー。回復。こいつ大丈夫。おお。あ、こいつダメっぽい。こいつダメっぽい。ちょっとで。OK。おお。危ねえ。よく通ったらやられてたね。危なかった。うん。こっちは？こっち1を進める。でも中央でしょうね。多分正規ルートは。まあ、アイテム探索ルートですよね。ここに関しては。向かいじゃなかった。危ない危ない危ない。大丈夫？横見とけ。壁見とけ。くわ、うそー。くそ。来いや。おいしょ。おいしょ。あ、やばいやばいやばい。距離距離離せ、距離離せ。はい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 。ちょっと倒すのが難儀。はい。はい。いっとえ！かわされた、一発。ちょ、まずまずまず、まず死ねんだもん。これね、武器をチェンジしてるとき走れない？武器チェンジしてるとき走れないよ。やめて、それ、ほんと。え？どうせ、あそこからでしょ？倒してないんでしょ？脳幹でしょ？俺の戦闘は。俺の戦闘の実績は脳幹されました。最低。切り替え。しっかり当てていけ。おいしょ。はい、たまれ。おいしょ。次こっち。うん、厄介。オッケー、やった。ふう。よしよしよし、いいぞ。大丈夫、大丈夫。あ、なんか、光ってるとこあるから、あそこだね、メインは。メインはあそこだけど、一応チェックして、なんもない、なんもないこと確認したんで、奥行きましょう。敵は？なし。じゃあ、起動。これなんか、どっかで見たね。なんだっけ、この装置。エレベーターか。あ、いた。今んとこ静か。はい。007がアンロックされた。007って第7章が終わったって意味ですよね。きっと。で、今第8章に入ったと。いうことみたい。俺さ、最初聞いてた情報だと、各章かな。うん。各章のところで、物語の内容がだんだん分かっていく的な、うん、ことを聞いてた。聞いてたっつうか、うん、調べてて、見てたんだけど、全然今んとこ物語分かんないね。なんだろうな、考察できますかね？最終的に。エンディングで。
ちょっとそこが心配。あー、いるな。あれは高いからもう、撃つしかない。おー、ワンパンで行く。あ、こいつらワンパンで行くっぽいな。銃だと。回復しといて。なんかね、音がね、でかくなってきた。その生物の叫び声とか。おー、なんか手がある。え、生きてるんだけど。あらららららら、ら巨大生物がいた、みんな。多分、あるよね。知的生物だと思う、これ。頭脳はあると思う。ボス戦か、これ。あれ、これなんかね、雰囲気からすると、マザーみたいな感じがするな。体の形状を見る限り。母なる存在ですかね。なんかそんな風に見て取れる。え、これ動かすとボス戦でしょ。こんなのに勝てんのか。初の巨大生物と出会ったんだけど、勝てるか、こんなやつと。こんなやつ相手にか。え、なんだなんだ、押す。何が起きる。あーあああ、避けた、避けたよ。え、怒ってる、怒ってるね。あ、怒ってるね、これ。すげえ怒ってんね。咲いたから。ごめん、ごめん。ごめん。怒った?怒った。え、待って、敵いるな。ちょ、ごめん。ああ、タンが来た。ごめんね。ちょっと、ちょっともうちょっと対話したいんだけど、タンが来たからちょっとやんないといけない、こいつ。いた。ごめんね。こうなるとは予測してなかったの。最低、あそこに道を作ってるわ。痛かったでしょうね。ごめんなさいね。あ、ちゃんとね、こっち見てくる。怖っ。じゃあ、下通るからね。叩き潰さんでね。ごめんね、ごめんね。こうなるとは思ってなかった。ごめんって。ごめんね、ごめんね、ごめんね。叩き潰さんでね。もうせっかく咲いたからね、通んないともったいないから。はい、ごめんね、ごめんね。通るよー。通るよー。はい。なんだ、またパズルか。またパズルか。だね。ここ咲かないと通れんかった場所だ。これどうやって咲いたんかね。なんかカッターとかそういったものはないんだけど。これが突き破ってきたって感じですかね。ここをつなげるために。なんかそんな感じもするよね。そうだね。切ったって感じじゃなくて突き破ったって感じがいいかな。イメージとしては。え、じゃあ、もうやりましょう、パズル。ん?上に行った。上に行ったよ。おっと、あった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 。おー、でかい。でかでかい。ごめん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 。手で戦んで。ひとたまりもないわ。あれで殴られると。どうにかして上に行かないとダメっぽいね、これ。上に行って、あの装置をいじんないといけないっぽい。おいら、もういい。出待ちダメ、ダメだ。気づかれた。いや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 、嘘嘘嘘嘘嘘。それはダメ、それはダメ、それはダメ。やばい、囲まれる、囲まれる、囲まれる。と、鳥も、あ、あ、よかった。こいつは消えたけど。タンがいる。タン!いった!待って、後ろも、やめろって!やめろって、お前ら。虐待やめろって。待って、もうこれ突破。突破突破。正面にいない限り突破。虐待やめろって。このか弱い人間を襲うなんて。まあ、正直人間かどうかもちょっと定かじゃないけど。ね。よし、上に来れた。上は安全。安全安全。そんなびっしりと、あいつらはいない。あ、よかった。じゃあ、これ動かして、また咲く感じ?あ、また咲く感じだね、これ。ごめんね、もうちょっと咲かして。思ってる思ってる思ってる、ごめんごめんごめん、痛かったで、痛かったで、痛かったで、ごめんね、ごめんね、ごめんね、耐えて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 、わあ、またこっち向いてきた。違うんだって、何も違うくないけど、何も違うくないけど、ごめんごめん。なんかさっきよりかね、声が荒々しい気がします。
で、ここだったね、やっぱ突き破る感じ。うん。橋が畳んでて、それが下に降りてくるときにこう、サクって感じ。でしたね。いや、わかるよ、そんだけ怒るのは。わかるけど、まあ、ちょっと、あなたにもちょっと火はあるよ。うん。だって装置の真上にいるわけだから。どっか別のとこいればよかったんですよ。ね。何を思ってここにね、永住しようと決めたのかはわかんないんですけど、あなたにも火はありますよ。うん。操作しないといけないものを遮ってるわけですから。だから多少ね、ちょっと痛いこともね、我慢してもらわないとね、うん、困ります。困ります。あ、やった、回復場所、場所。多分ね、確かにってちょっと納得したかもしれない、彼女も。えっ、そう。わあ、後ろから来てた。彼女に説教してる、説教っていうか、彼女とね、対話してる間に後ろから忍び寄られてました。危なかったな。ちょっと待って、もう一回回復。俺、彼女から攻撃されたかと思ったわ。ついに怒って。俺の言い分に。俺の言い分に怒って、ね、攻撃したかと思ったけど、危なかったな。ビビった。今のはビビった。ちょっとね、弾が乏しくなってきた。あ、レベル4だ。レベル4の扉があるけど、その更新するための機器があそこにあるんでしょうね。そうだね。ちょっと下降りよう。でもね、弾がね、もうない。あと3発。あと3発。あと3発、えぐい。どう？今降りてきたけど。ああ、下はレベル。ここもレベル4だ。どっから行ける？おっと。侵食。やめて！やめ、痛いな。あ！また侵食した。腹をね、かっさばいてる時に侵食するみたいね。ここか？ここが今避けたんけ？よいしょ。あ、2階だ、2階に来てるわ。はい、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 あれ？これどうすんだ？お？はあ、そんな感じか。あと2つのとこにもこのパズルのモニターが来るんだ。それによって、なんか変化が起きるっぽい。ここはまだ使えない。待って、武器ある。みんな新しい武器来るよ。ほら。来た。おう。でかいね。でかい銃ですよ。ね。また生きた銃を手に入れました。ショットガンだね。こっちはショットガン。まあ、弾ないけど。補給か。補給しましょう。有機生命銃、ショットガンを手に入れました。やったー。でかいね、弾。ハンドガンに比べてやっぱ。3発入る。黄色い部分が2個ついてるね。だから爆発力がハンドガンの2倍って感じか。推定。あ、でもこれが来たってことは、そうだよね。こいつらも来るってことですよね。バボン！いった？ワンパン？ワンパンじゃない？あ、いや、ワンパンじゃねえか、さすがに。あ、待って、リロードね。よいしょ。よいしょ。ワンパンではない。リロードっていうか、切り替えが遅いね、ショットガン。まだか。おとなしくなった、急に。さすがにちょっと、ショットガン、一発じゃね。倒せないみたいだけど。まあ、多分、ハンドガンね、3発分はあるかな。って感じ。ちょっと待って。いや、動かんけ。バレた、バレた。危ない、危ない。もう一体いるよ。待て、え！
待て、クソが、やばい、弾切れた、危ない危ない、回復。待て待て、あー、いた、急げ急げ、あー、待て待て、補給を、死ぬ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 、やばいやばいやばい、あー、くばやあー、もう届かんかった。決死の一撃が、決死の一撃が届きませんでした。あ、つらいつらい、危ない、また来た、危ない、よいしょ、まだいる、なんかまだいそうな声聞こえるよ。ショットガンかな、ショットガン、ショットガンにしとこう。ん？あ、この声マザーの声か。お、近い近いよ、眼力がすごい。やるか、来いよ来いよ、ツーパンだ、うん、ツーパンで倒せるけど、お前は読んでない。危ない、ツーパンで倒せるね。だからやっぱハンドガン3発分ぐらいあります、このショットガン。お前は読んでなかった。何体いるあいつ、帰ってほしいな、帰れ帰れ、あ、2体いる、キュピじゃねえよ、キュピっつったね、あいつ可愛くねえんだよ。お前らのそんな叫び声なんて聞いて可愛らしくも思わんわ、憎らしくなってくるわ逆に。帰れ帰れ帰れ、それじゃあレベル4開けます。大丈夫？あ、あった、うん、さあ内部に入って、あれ死んでるよね、死んでる、寝てる、どっち、わからん、つつく、とりあえず死んでる死んでる、オッケー、あれ一回来た場所け、違うよね、ん、あ、一回来た場所だ、戻ってきたんだ、ショートカット使って。どっかレベル4あったから開けましょう。確かこっちがレベル4だよね。はい。うん。またあった。よし。どうせいるんやろ？またタンが。タンがいるんやろ？いない？タンはいなかったけど。いや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 、帰る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 。おとなしく。よし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 。こいつらの生態大体分かってきたから。気づかれなかったら帰っていく。巣に。しっかりそこをね。チェーチェー。こいつは帰んない。こいつは巣には帰んない。頭体がでかいから、帰るにも帰れないんでしょうね。よいしょ。やばい。ああ、やばい。音で気づかれた。音で敵と認識された？いや、まだ大丈夫。これ、上にだんだん登ってきてるけどさ、正解なんですかね？取りこぼしない？取りこぼしあったら結構ね、また戻んないといけないから困るんだけど。どうですかね？ああ、ピヨピヨしてるわ。大丈夫。気づいてない。また咲きますね、これ。ごめん、またちょっと探して。うわぁ！耐えてね。ちょっと待って、もう目合わしたくない。目合わしたくないから抜けたいんだけど。抜けられないわ。ごめん、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 ごめん。弾来た。補給所っぽいね。いいや、まだ補給しない。
今補給したら、うん、余ったのはね、そう補給できないんだよね再度。だからまああのままにしといてって感じなんだけど、あ、ここあれだ、腹を裂くために来る場所だ。つまりこっちにはもう戻ってこないから補給しようかね。そこそこ頑張って節約したけど、もうこっち来ることないわ。補給して、うわ、いや、ここ突破できんじゃねえか、ひるまして。最悪、ウィーユーストーサーゼントサムリアラン、罠だった、挟まれた、挟まれた罠だった、うっそやろう。補給する代わりに挟む鬼畜ですね、これ。だからもうちょっと手前で、結構横を通り抜けられる隙間があるところで、ついて、ひるまして、横を走って抜けるっていうのがベストっぽいね。うわ、びっくりしたな。後ろ見たらもう詰んだって思ったもん。どっから現れた？こっから出てきたんですかね。補給はするけどね。もうないから。はい。まだ今度来はいないよね。じゃあ、急げ。あ、今出てきてるわ。なんかミキミキ言ってる。で、ここは。OK! なんで待て。あ、いけるいけるいける。まあ、一発食らったは仕方ないとして。いや、いける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 。いや、ここ隙間ないから困るね。ダメージ受けたけど、弾補給はできたからいい。帰ります。お、おい、なんで、ん、壊れた、なんで、おろさんよって言ってんのこれ。あ、来た来た、ダメでしょう。よかったよかった、誤作動起こしてた、あぶねえ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。